警視上などによりますと、後部市の寿都町の無職、井上沙織被告25歳は今年3月、江別市西のっぽろの公園の駐車場で着火した練炭ンン入りの七輪を自分の車の中に置いて女性2人を一酸化炭素中毒で自殺させようとしたところ、練炭ンンの火が車に燃え移り2人を焼死させた自殺ほ助の罪に問われています。 女性2人は道外に住む大学生と高校生で井上被告と SNS で自殺希望者として知り合ったということです警察は今年3月2人を殺害した殺人の疑いで井上被告を逮捕送検していました札幌地検は井上被告の認否を明らかにしていません